神奈川県議会。神奈川県議会は、神奈川県に設置されている県議会。神奈川県議会は、1878年、明治11年7月22日に交付された、府県会規則、明治11年大上官府告第18号に基づいて設置された、最初の県議会議員選挙では、 神奈川県下の1区15郡から、記名投票により47名の議員が選出された。任期は4年、2年ごとに半数回戦。選挙人の資格は5円以上の地層納税者、非選挙人の資格は10円以上の地層納税者などの要件を定めた、制限選挙で、県内の有権者数は3万1000余人であった。第1回通常会は、翌1879年。 明治12年3月25日、横浜に招集された。地方議会の権限は少なく、地方自治は名目的なものに過ぎなかった。その後、議会内では組織の改変が進められ、議会外では、府県政の改正などもあって、選挙区の統廃合が行われた。当初十七名であった定数は、百九十九年、明治十二年には十八人、任期は、 すべて4年、有権者数は3万3千4人となり、県内人口の増加に伴って定数は増やされ、1919 19年、大正8年には、定数40人、1928年、昭和3年には、定数41人となった。また、1916年、大正15年の普通選挙断行の時には、従来の有権者数は8万9千4人、 大正13年であったのが28万2千余人昭和3年に急増し1940年昭和15年には定数47人有権者数37万4人にまで増加した第二次世界大戦後1947年昭和22年には日本国憲法が施行されて住民自治と団体自治を柱とする地方自治制度が定められ 同年には、地方自治法が施行された。同法により、地方議会は、権限が大幅に広げられ、定数も60人に増えた。この後も、県内人口の増加に従って定数は増やされ、1951年、昭和26年には67人、1959年、昭和34年には73人、1963年、 昭和38年には80人、1967年、昭和42年には95人、1975年、昭和50年には109人、1979年、昭和54年には115人となった。1997年、平成9年10月、神奈川県議会議員定数等検討協議会を設置して、県議会議員の定数等について、 検討を行った結果、翌1998年、平成10年3月に、神奈川県議会議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例を可決し、県議会議員の定数は115人から107人へ8人、削減され、1999年、平成11年4月の統一地方選挙から施行された。 なお、現在、定数は105人、選挙区数は49である。また、2006年、平成18年3月にはインターネットによる本会議録等の公開をはじめ、2008年、平成20年12月には、神奈川県議会基本条例を制定するなど、県民に開かれた県議会を実現するための施策も取られている。2016年5月に、 共産党会派の議員による議会での不手際や問題発言が相次いだのを受け共産党会派の代表質問を制限する案が自民党から出され大きな問題となった。発端となったのは2015年7月に県民企業常任委員会で共産党議員が委員会で行う水ビジネスに関しての海外調査を 県民福祉の向上につながらないと反対したことに会派が反発し、その他の調査も共産党と別々のグループで行う、方式にしたところ、共産党県議団が広報誌でこれを批判し、溝が深まった。そんな中、9月定例会本会議で別の共産党議員が代表質問に立った際に数分間沈黙し、一般質問でもさらに別の議員が、 答弁者の指名を間違える事態が発生した。その後も、議事上のミスを繰り返すなど共産党会派による不手際が相次いだ。その後、共産党県議団がこの事態に対しての不手際を謝罪し、総括したことによって問題が収束しかけたが、その後も討論で採決の賛否表明を間違えるなどの問題が発生し、共産党会派に対する代表質問を制限する案が、 議会運営委員会に提出された。しかし、議会事務局の法制調査での進言による議長提案により代表質問の制限は見送られ、代わりに共産党会派に対する猛省を施す決議が提案された。これに対して共産党や県民からの反発もあったが、5月16日の本会議にて自民党、民進党、公明党などの賛成多数により、 決議案は可決された。2006年、平成18年4月1日、事務局が議会の政策立案機能等を補佐する機関であることを明確に位置づけるため、事務局の故障を議会局とした。2007年、平成19年6月1日、議会局の政策立案機能等の強化を明確に位置づけるため、調査課を政策調査課に、また、 同課内の法制版を政策法制版に名称変更した。2015年、平成27年5月22日現在、議会図書室は神奈川県庁新庁舎5階にあり、蔵書数は1476冊、2012年、平成24年3月31日現在。県議会の定例会は、2010年、平成22年から、 従前の年4回を年3回に変更する一方、回帰日数は200日程度と従前の2倍に増やしている。第1回定例会は2月から3月にかけ、新年度予算の審議など30日から40日、程度を、第2回定例会は5月から7月にかけ50日から60日、程度を、第3回定例会は9月から12月にかけ100日程度としている。 これに伴い従前招集されていた、臨時会は近年招集されていない。本会議は午後1時に開き、午後5時に閉じるのを原則とする。また、審議の順序は原則として、議案上帝提案説明、議案説明会質問、質疑委員会二区、委員会審査委員会報告討論、採決であるが、一部を省略することもある。2015年。 平成27年5月22日現在議会運営委員会は議会の運営会議規則や委員会条例に関することなどを協議審査する定数は15名である常任委員会は常設されている委員会でそれぞれの所管事項について調査本会議から付託された議案や請願陳情を審査する現在は 条例によって八つの常任委員会が設置されており、議員はこのうちいずれか一つの委員会に所属している。必要に応じて、特定の案件を審査、調査するため、臨時に設置される委員会。決算を審査するための決算特別委員会は、毎年設置されるのが通例となっている。予算委員会は、予算及び予算関係の議案で、 二以上の常任委員会に関係するものを審査するため開催される。予算委員会は他の委員会と違い、新庁舎ではなく、本庁舎3階の大会議場で行われる。定数は40人で、そのうち1人が委員長、2人が副委員長、6人が理事である。2016年8月10日現在。2015年平成27年7月13日現在。 交渉会派とは、議会運営委員会の委員を出すことができ、定例会で代表質問を行うことのできる会派のことである。交渉会派となる要件は、所属議員が4名以上いることである。現在は6つの会派が交渉会派である。2015年、平成27年5月8日現在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。